チャラリンポクッキング、はい、チャラリンコ、はい、今回はね、安くてね、今安くて美味しい白菜を使った、中華のおかず、ホイコーロー、ね、白菜のホイコーローすごく美味しいんですよ。でね、子供から大人まで、家族みんなでね、美味しく食べていただける、ホイコーロー、白菜のホイコーローをね、紹介していきます。白菜これね、300g、はい、これをね、そぎ切りにしていきます。この白菜の白いところをね、ちょっとね、斜めにこうやってね、切っていくんですね。はい、でこんな感じに、そぎ切りにね、していきます。はい、でと葉っぱの方はね、ちょっと大きめにカットしていきます。こんな感じですね。はい、白いところはそぎ切りで、葉っぱは大きめ。あとピーマンですね。これ結構大きいから1個でいいね。小さかったらね、2個ぐらい。これをね、種を取ってやります。はい、これ結構ピーマンが大きいから、1個あればね、十分です。これをね、三角に切っていきます。大体です、こんな感じで適当に。はい、でこれね、ちょっとね、冷蔵庫に余ってた赤いパプリカ、これもね、ピーマンと同じような感じで切っていきます。色がね、綺麗ですね。はい、はい、長ネギはね、洗って、これね、薄皮を1枚を剥いてやって、はい、あとこれはね、斜めに薄切り。で、青いところもね、入れます。色が良くなるんで、青いところも入れます。で、生姜はね、ちょっと皮剥いたらここね、2、3枚薄切り。はい、もうこんなもんでいいや。で、薄くね、5、6枚これぐらいで、ニンニクは、ニンニクと生姜大体同じ量ですね、一かけら。これをね、潰します。で、ニンニクはね、みじん切りで。はい、もうこの程度でね、OK です。こんぐらいで OK。はい、したらね、合わせ調味料を作っていきます。これ砂糖ですね。砂糖がね、小さじでね、3杯。ね。紹興酒、または、日本酒、大さじね、2杯。で、醤油、大さじ2杯。はい、これがね、合わせ調味料です。はい、そうしましたらね、フライパンでもね、中華鍋でも何でもいいや。お湯をね、水を 700cc ぐらいですね。700cc 入れて火にかけます。で、今回ね、油通しとか炒めるとかね、いろんな手法があるんだけど、今回はね、湯通しにします。湯通し。今回はね、豚肉は、このね、安かった豚バラ切り落とし、アメリカ産の、バラスライスですね、これを使います。お湯の方が沸きました、ね、お湯の方がポコポコしてきたら、これはね、すごく大事なんだけど、塩一つまみ入れます。これでね、野菜の色が鮮やかになるんですね。はい、それとここにね、油、普通の菜種油とかでいいんで、大さじ1杯半ぐらい、大さじ2杯ぐらい入れます。これ油を入れることによって高温調理が可能になるんですね。家庭だとなかなか油通しっていうのがやりづらいんだけど、こうやってお湯の中に油に入れて野菜とかをさっと茹でることによって表面に油がコーティングされるんですね。これがちょっとしたね、すごい大事なところです。次にね、豚バラスライスだけさっとね、湯通しします。もうしゃぶしゃぶ程度で、もう本当にさっとね、霜降り。はい、そしたらこのね、野菜の方を入れていきますね。
で、野菜の方はね、再びお湯が沸いたら、白菜とピーマン一緒に入れちゃってるんだけど、再びお湯が沸いてから10秒カウントですね。はい。10秒経ったんで、はい、これザルに開けちゃいます。はい、じゃこんな感じでね、湯通しした野菜、ツヤツヤですよね。はい、そしたらね、こっちフライパンで、これにもね、菜種油とかでいいです。ちょっとね、大さじ 1.5 ぐらい。これ生姜とニンニクですね。はい、で、これ豚肉。はい、そしたらね、甜麺醤。甜麺醤をね、大さじ 1.5 ぐらい。豆板醤大さじ1杯。はい、そしたら、トーチー醤。本来、トーチーを刻んだものを使いたいんだけど、なかなかないかったんで、ちょっと、こういうトーチー醤使います。で、これはね、小さじ1杯。入れても入れなくてもね、どっちでもいいです。で、トーチーがあれば、トーチー入れちゃうと、本格的なね、味になります。はい。で、ここでね、ポイントは、しっかり肉と、甜麺醤、豆板醤、ここをね、しっかり炒めてください。これで、肉に味がついて、香りが良くなります。香ばしくなって、すごく美味しくなるんですね。ここに肉で、肉と豆板醤、甜麺醤、しっかりここで炒めるのがポイントです。はい、そうしましたら、ここでネギを入れます。はい、ネギを入れて、全体を絡めながら炒めていくと。はい、そうしましたら、先ほどの合わせ調味料をね、全部入れます。火は強火。こんな感じですね。はい、そしたら今度この白菜、ピーマン、これを水気をしっかり切ってください。はい、そうしたらあとこれに絡めるだけ、ね、もうこれを絡めるだけです。うん、いい香り、おいしそう。最後にごま油を小さじ1杯で、好みでラー油、これもね、小さじ1杯。辛いのが苦手な人は、ラー油の量を控えてください。はい、もうこれだけ。はい、これでもう完成でーす。ホイコーロー、ホイコーロー、白菜のホイコーロー、これがね、ご飯が進むんですよ。うん、たっぷり、お肉、野菜たっぷりね、ヘルシー、うまそう。はい、じゃあね、白菜のホイコーローですね。はい、こんな感じです。美味しそう。これはご飯が進むよ。ご飯もビールも進むくん。はい、お肉を一緒にたっぷりって感じですね。いただきます。はい、それじゃあね、今日は実家で作ってます、このね、白菜のホイコーローいただきたいと思います。うわ、うまそう、熱そう。うん、うん、うん、めちゃんこウルトラスーパー美味しい。いや、これね、めちゃんこウルトラスーパーね、タレがうまいですね。うん。まあ、今回ね、白菜を、湯通しするやり方でやったんですけど、まあ、別にね、炒めてやるやり方でもいいし、油通ししてもいいです。油通しすると、ちょっと油っぽくなっちゃうんで、家庭でやるならこの湯通しして作るっていうやり方が、一番簡単でいいかなと思いますね。うん。で、お湯にね、油を入れることによって、色も変わんないんですよ。ピーマンとかね、すぐ色が変わっちゃうけど、油膜で閉じ込めてる。
これでね、色が綺麗に出来上がります。ね、超簡単ですよ。超簡単。で、もう家族みんなが喜ぶ、ホイコーロー。これね、今白菜安いし、ぜひ皆さんね、これ作ってみてください。うん、美味しい。ってことでね、この、白菜のホイコーロー、美味しそう、気になる、ね、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコ、お願いしまーす。はい。チャラリンコじゃんけーん。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。イエーイ。今日はね、ピース。ね、ラブ&ピース。ね、ご飯がほんと進む。ビールもね、最高。これはね、もう子供から、じいちゃん、ばあちゃんまでね、みんな喜んでいただけるね、おかずです。ぜひ試してください。うまい。うん。バッチリ。ちょっと取れた。うん、取れた。味見どうぞ。簡単。